どうも、ヒデさんエアテクチャンネルヒデさんです。今回ですね、エアコンを移設したんですが、外す時点で、もうガスがすっからかんで、ガス補充しなきゃいけないっていうことで、今回ですね、このエアコン、ガス補充をこれからしていきたいと思います。いつも、ルームエアコン施工してるときはですね、こちらのシングルゲージのマニホールドを使っています。2つ、高圧と低圧のものも持ってるんですが、普段ですね、ルームエアコンが多いものですから、ルームエアコン施工の時はこのマニホールドを使ってます。さあ、室外機なんですが、ここに書いてある通り、冷媒は R410A ですね。で、封入量がここに書いてあります。1.06kg。ほぼ空なもんですからね、この規定量をこれから入れていきたいと思います。まずですね、ゲージ。先ほど言いましたように、このシングルのですね、シングルゲージマニホールドを使っていきたいと思います。さあ、作業していきましょう。ゲージにどう繋いであるかというと、真空側、右側、ゲージの右側から真空ポンプに接続してあります。デジタルゲージをゼロ調整しておきます。いいですね。ゼロ。ゼロ、OK。そして、各バルブですね。バルブと、あと、ねじ込みが、ちゃんとねじ込まれてるか確認しましょう。そして、いつも使ってる、はかりですね。デジタルゲージ、タスコのものを使っています。そして、置くときですね。ちゃんと平らなところに置くようにしましょう。スイッチを入れて、まずですね、スイッチ入れると、0、0が出ます。0の状態で、この R410A、このガスですね。まだ真っさらなものになりますが、これを置きます。で、これはですね、サイフォン管になっていて、逆さにして使う必要はないです。このままの格好で使えます。これを上にして使用することって書いてありますね。さあ、このガスを上に置きます。置くと、測りが 14.28。ちょっとね、中の液面が揺れてるんで、数字が安定しないもんですから、安定したら、ここでゼロ調整します。ゼロ。OK。いいですね。そしたら、ホースのですね、接続をちょっと確認していきましょう。まず、真空側は真空ポンプにつながってるよ。そして、こちら、充填側は、ぐるっと回って、でにゃんこの目、はい、ガスのボンベにつながってます。いいですね。そして真ん中はズズ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 ズ、どこにつながってる、機器につながってます。接続としては OK ですね。そうしたらですね、真空ポンプを回してきます。そしてですね、各バルブをね、ポンプの方から順番に開けていきます。ここを開けると、マニホールドのところまでですね、真空を引いてくれます。そしてこちらのマニホールド、ゲージを開けることによって、機器の方まで接続されました。さあ、真空引いていきますよ。機器の方ですね、今引いていってるような状態になります。ご覧のように、デジタルのゲージが少しずつですね、真空に到達していこうと、頑張ってくれてます。頑張れ頑張れって感じですね。今行っている作業っていうのは真空ポンプで機器の真空を引いているところになります。このゲージでですね、だいたい標高とか大気圧によっても違うんですが、コンマ92からコンマ100の間で真空引けてきます。まあ、だいぶ引けてきましたね。ここで、この今真空側になっているのをですね、ガスのボンベの方のホースも真空状態にするために、一旦充填側にします。そうすると真空が引けます。これを何回かやることによって真空度を高めることができます。今左にですね、向けたことによって数値がちょっと下がってしまったのがわかると思います。真空度が下がってしまったですね。で、またしばらく置いといて真空度が高まってきたら、またバルブをですね、このシングルゲージマニホールドの、バルブを左側、充填側に回すことによって、
ガスボンベからマニホールドまでのホースの間の真空を引くことができます。真空にすることができます。こうですね。 2,3 回やってやればいいと思います。短いんでね、距離が。まああくまでも数値、まあ、このマニホールドのゲージの数値、またはこちらのですね、デジタルの真空ポンプのゲージですね、それの数値を、根拠にですね、その動作するといいと思います。いいですね。もう15分ほど引きました。真ん中にします。真ん中で、そうしたらですね、今度はガスのボンベ R410A の一時側のボンベのバルブを開けます。これを開けることによってマニホールドのところまでですね、ガスが満たされた状態になります。ここをホースたどってここまでですね、ここまでガスが来てます。で今測りゼロですね。でバルブ開けます。そうすると充填されてきます。数字がどん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 マイナス方向、マイナス90、100、120、30、40、50という具合にですね、ボンベからズン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 ガスが抜けていっています。利き側に向かって流れていってます。結構な勢いで入っていってますね。距離が長いとですね、本当に真空引いてあげてそれだけで全部規定量入っていく場合もあります。まあそれは温度にもよりますけれどもね。あ、止まっちゃいましたかね。425、これで圧力が釣り合ってこれ以上入っていかなくなったですかね。そうしたらですね、今度は冷房で回します。部屋内冷房で回してきます。今回はリモコンで回しますが、冬場なんか強制的に強制冷房で回すようにしてください。ピッと回しました。冷房で回すとですね、圧力が下がってきますんで、利き側の圧力が下がってくんで、ボンベ側の圧力の方が高いからスーッと入ってきますね。こうやって今もう室外機回り始めましたんで、590、600、 1キロちょっとだったですかね、これ入れるので。様子を見ながらですね、いっぺんに入れすぎないようにですね、圧力を見ながら、まあ、今回はほぼ空だったんで規定量入れてきます。これ液で補充してってるもんですからね、いっぺんにドカドカドカって入れると機器を壊す可能性が出てきちゃうんで、加減しながらですね、バルブ操作しながらガスをですね補充していくようにしてください。今940、50、もういいですかね、そろそろ 1.05 ですかね、 1.050 でしたかね、規定量が。あと 5g、 よし OK。 あ、入りすぎた。10g、15g、20g、余分に入ってしまいました。まあいいですね。グーです。ここに書いてある通り、規定量は 1.06 かな。ちょっと老眼で見えないですね。さあ、規定量を入れてですね、試運転。これでですね、試運転をして、温度を測定して、OK であれば、バッチグーって感じですね。さあ、ピッ。回します。回して、冷房で一旦回して、その後暖房で回して、温度を測定してます。こんな感じで、40度。あ、いいですね。OK です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。